はい、今度はエネルギーを効率的に送る問題について考えてみましょう。石油パイプラインなんていうのありますけれどもね、長さの合計ね、これを短くして最短にしたいわけですね。そのためにどうしたらいいだろうか。例えばこの A と B と C、 これ全部1キロ1キロ1キロだとした時に、この ABC を結ぶ最短のネットワーク、こんなものだと思ってる人もいるかもしれないけどね、こうじゃないんです。でもっと短いのがあります。真ん中の重心のところからこういうふうに A と B と C に線を引っ張ると、これの方が短くなる。4点 ABCD を結ぶ最短のネットワークはどういうものであろう、5点あるこれを結ぶのは最短のネットワークは何だろうかとか、6点だったらどうなるだろうか、すごい難しいんだよ。で工夫して観察をするということで、石鹸膜実験って言ってるんだけど、石鹸液があるんですね。ここに例えば4点の時、この4点でこの4点を、ね、結ぶ最短のネットワークは何かと、で石油パイプラインは何かとか、送電線は何、どういうのが一番短いかなんて決定する時に、石鹸液の中に入れてこう表面張力っていうので、ね、ABCD こういうふうに石鹸膜が張ってるんだけども、ね、ヒュッとこうやって、これ分かる、見えた、こうやってみようか、でこう見える、で5点だったらどうだろうか、 ABCDE5 点、これを石鹸膜に沈めて、石鹸を最短経路を教えてくださいってお願いすると、石鹸膜が張りました。石鹸は、膜をですね、なるべく大気に触れる面積が小さくなるように、表面張力で、これが小さくなるように張るんです。ですからこんな風に張れました。じゃあ6点だったら、6点も同様にやってみると、6点の時はですね、4点や5点の時には、なんか石鹸膜が作る点があったんですけれども、実はこの6点になるとですね、こんなになっちゃったんです。ここだけない、ここだけなくて、あとここに膜がこう、ね、六角形の周状の5辺にこうあって、一番上だけがない。これ分度器で測ってみると、全部こういう角120度3等分してるのなんていうことが分かって、そういうふうに送電線とかね、石油パイプラインっていうのをデザインすると能率的なんだよなんていうことが、こういう自然観察から分かるなんていうこともあります。